はい、こんにちは。こんにちは。今日は素敵なゲストに来てもらってます。中谷正義選手で、小国幸則選手で、トレーナーの恵比寿智弘来てもらいました。この3人が高校時代のあるか同級生、同期、同期です、ね、同期アマチュアで関西でみんな学校も一緒、いやみんなバラバラです、うん、みんなバラバラで、そういう代表とかで、そうです、そうです。この他のメンバーって言ったらどういう人たちがいたの？井岡、宮崎、世界チャンピオンの宮崎、あ、宮崎、はい、うん、出てこんかったやつ、かわいそうやね、出てこん、何すか、小田さんと、小田さんと、いや、思い出されへんな。え、その世代間で、なんかすごい世代だなと思うんですけど、その世代、アマチュア時代に、なんか88年、強くない、多くないみたいな感じだったんですか、学生時代、すでに。学生時代は分かんないですね。そうでもなかったですか。僕らの上も結構強い人ら、うん、あのいたんで、うん、そんなやな。この代がプロに入ってるのが多いとか。あ、多いと思います、多分、うん、多いですね。多いです、多いです。単純に多かった。それ結構の確率でしょ。でも、そう、なったやつみんなはそこそこあるんですかね、うんうん、なんか理由があるんですか、それ。やることなかったんじゃないですか。やることねえなみたいな、とりあえずプロ行っとくかみたいな。自分が自信持てるのこれだけやって。え、でもプロに入ったのは一番早いのは誰？恵比寿。いや、宮崎。あ、宮崎と上谷、上谷っていう、あの選抜優勝してた広告の、あの山中さんが無敗で、後楽園でやった時に無敗同士でやって1ラウンドか2ラウンドで負けちゃったんですけど、それが自信持ったって試合、それかもしれないですね。その後にすぐ山中さんチャンピオンになったんですよね。その後2試合後か1試合後に安田さんとやって、そうだよね、恵比寿は4回戦デビューやってるね。そうです、新人王出てましたね。で、2人は B 級デビュー。僕も4回戦です。え、4回戦だろ。はい、反則やん。新人王出てたの？新人王は出なかったんですけど、4回戦で。あ、そうだったんだ、はい、そうなんや。反則やん。え、戦績は絶対多いやん、大学も行ってたし。出れた？戦績は多かった。アマチュアのキャリアってちなみに何ですか？60戦ぐらいですね、多分。え、それ出れるん？出れた。いや、出れないでしょ。出れない。あれっすよね、変わったんですよね。今は出れないかな。今は出れないですね。昔はなんか、今はね、あ、でも、西と東で、違うんですよね。ちょっとルールが違うから、東だと20勝以上は今は出れない。へー。あ、そうなんだ。西はまだ違うと。西はまだ違うかと。放送できるか出てないですね。そうです。はい。スタミナなかった。だから、また会場は心配で、多分、4回戦か。え、その2人の印象的には、まあ、中谷さん、一回、アマチュア時代、どんな感じだったんですか？めっちゃ真面目っすよ。二人の印象。俺らが見る中谷さん。そうやばかったっす、ちょっと飛んでました。ちょっと、ね、飛んでました、試合の時。いや、普段はめっちゃいいやつなんですよ。めっちゃなんかもう、おいみたいな仲いいんですけど、リング上がったらマジ人変わるんで。うん、あ、こいつやべえやつやなみたいな、怒らしたらあかんなみたいな。俺が初めて見たのが千葉インターハイ、うん、あれでカーンってなったらもうワンツーで、もう身長でかいからそのままずっと打って走ってる、もうワンツーでリングの真ん中ずっとバーっていってる、ごっついのおるなって思ったのが初めて見た中谷で。でもお前のあれじゃ出世っていうか、一気にあれでしたの、ホッサンじゃない、俺もあれでもうやばいなもんだもん。でもたまたまっていうか、ほんまに星さんっていうのは、あの星大二郎さんって僕らの先輩に出て日本代表とかでやってた人いるんですけど、近畿大会で中谷にそれ勝ったんですよ。僕らはもう星さん勝つと思ったんですけど、うん、その時に中谷がすごくて、いや、ポテンシャル、その時もうこいつポテンシャルめっちゃ高いなって思いましたね。あ、じゃあその時に注目ドンって集めた。いや、まあその前から強かったですけど、うん、でもなんかまあそれほんまにさっきみたいに結構もう喧嘩みたいなのもリング上がったらもうちょっと切れちゃうんで線が、うん、だからもうとりあえずもう殴りに行くみたいな感じなんですけど、その時はほんまになんかボクシングしてもうすげえテクニックっていうかもう身体能力高みたいなボクシングしましたね。え、それプロ上がってからは冷静だったんですか、はい、結構最初プロ上がって、そうですね、やっぱりプロの選手苦手でしたね。そのタフなんでダウンもすぐ止めてくれないじゃないですか。なるべく自分を抑えながら戦ってました。なんかちょっと話飛んじゃうんですけど、はい、あの土屋選手との試合、はいはい、で僕、中谷選手の試合をその関西でやってたんで、はい、中谷選手とその土屋選手の試合しか知らなかったんですよ、うん、
最初、はい、だからなんか結構このパフォーマンスみたいなのすごかったんで、はいはい、あ、こういう選手なのかなってずっと思ってたんですよ、はい、それはあの時だけなんですか。もう基本的にあの時だけでしたね。やっぱり怖かったんですよね。だから土屋さんと試合するのが、だからこう爆発させましたね、あの試合は。え、あの時やっぱ言ってるやん、もう。やっぱ言ってんねんって。バカそうしたとかいう感覚ないもん。分からんよ。ほら、ないな。当時の代表版的にはどうだろう。だ、土屋君があれ負けた後だったんだっけね、一回。そうですね。そうですね。川瀬君って言って、うんうん、松田ジムの。俺もやったこと。はい。あのタイトルマッチ。そうですね、マッチ。その選手負けたんだよね、土屋君が。その土屋君の復帰戦じゃない、うん、そうです。多分そんな感じです。なんでこの試合が組まれたんだろうと思ったもん。うん、俺はもう辞めてるからさ、その時で土屋君はだってもうその当時ライト級で川崎に負ける前までは、はい、もう一番の注目多かったからね、新人を取った後だから、なんでこんなカード組むんだろうっていうのを思った。前評判、じゃあどっちだった。前評判っていうのはその試合の映像は見たことないけど、それは井岡ジムに中谷っていう選手がいるっていうのは要するにデータだけで知ってたから、うん、でも土屋君負けた後の復帰戦でいきなりその無敗の選手とで、アマチュア出身の選手でやるっていうので、それですごい驚いたけど、キャリアの中で、プロのキャリアの中でやっぱり一番強い選手でしたね。だから勝つか負けるか分からない。俺、その日さ、うん、後楽園に井岡ジムで団体で行くとき、うん、俺下におったんや、うん、で、うわ、中谷、うん、けど、ちょっともう顔色違いすぎて髪の毛シルバーになってるし入り込んでた。うわってなって声かけられへんかったもん。頑張れよとかなんか言おうと思ったけど、何も、おお、いってらっしゃいと思った。俺もあの時風におったから。あ、もうあの時そうなんですよ。これ、一発目にちょうどもう行ってすぐぐらいなんですよ。で、その後のタイトルマッチでも、そう、一緒に試合に出てるんで、加藤さんってやった時僕出てるんで、そうですね。ああ、その次だったんだよね。そうですね。ポスターいいやん、もう。うん。オグミよ。なんで、俺はあの時に、土屋さんの練習見てて、まあ、中谷も見てて、あっち厳しいなと思ってました。土屋さんがやっぱりロングでボディ打てるし、でもやったらやっぱボディで倒したんで、ああうまいなと思います。だってそれで一気に名前がもう全国に広がったでしょ、あの試合を食ったって。でその試合の内容だってすごかったじゃん、インパクト。いや、やばかったね。試合終わった後レーティングハハ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 。なんかやっぱこう、抑えながらやってるやん、戦いながらって、うん、もう任せるっていうか。そうなってくるとお前試合中あんま考えてない。あの試合は考えてない。あの体の本能のまま戦ったみたいな感じ。身体能力でみたいな感じか、うん。他の試合は結構考えてるけど、あの試合はちょっと一発当たったら終わると思ってたから。何がだろう。シュッシュって感じ、常にこう全部に反応するぐらいの。じゃあもうその土屋戦以降はその。今の印象というか、はい、そうですね。なるほど。もともとこう爆発しやすい性格なんで、めちゃめちゃ怖いじゃないですか。そうなんだ。当初の青木戦は、あの全部のやっぱりタイトルマッチは抑えてます。やっぱりこうスタミナ切れるんで暴れるからな暴れたらでも勝つこと一番なんで、うん、で何回防衛したの。11回だ。11回です。すごいな。すごいな。一番だるやつは俺に原田モンドかと思って。富岡君。そうなんや。やっぱやりづらそうやな。原田モンド強かったけど、あの試合は目怪我してるスパーリング全然できひんかった。10ラウンドぐらいしかできひんかった、ね、そう、ランニングだけしかしてへんかったから。やっぱうまいよね。やばかった。やりにくいよ。やりにくい。あれだって10ラウンドぐらいまでポイント、はい、負け取ったんじゃん。負けてました、ね、世界戦の話が来るまでずっとひたすら耐えるみたいな状況だったんですか、はい、そうですね。ずっとそんな感じです。もうそういうモチベーションとかもうそういうことも何もなかったんだ。
モチベーションの低下とか上がるとか、うん、ないですね。もう目の前の試合だけこれだけ負けたくないってだけで。だって、まあ、俺ら他のチームの人からしてみればさ、これどこまでって特にライト級なんで、その、はい、俺も選手の時そのスーパーライト級のジャンプ、はい、木村のりおさんって言って、はい、話もだってスーパーライト級12、3回防衛してね、13回かな、なんかあるわけじゃないじゃん、そのゴールっていうかさ、はい、その明確にここに、まあ、そうですね、いつ来るか分かんないのをずっと戦い続けなきゃいけないっていう辛さ、はいはい、でも俺もそのトヨタ FM ライト級のタイトル取ってる、はい、でその時に日本と東洋取ったんだけど、うん、その時にオーナーに言われたのが、はい、これから地獄が始まるって言われた、うん、取った直後だよ。だからで現実的な話を結構聞かされてたから、うんうんうん、ここから大変だねみたいなことをすごい言われてた。でもあれですね、この階級やったら十何回防衛戦闘1チームできないですよね。いけないもんね。バンタムとか、うんうん、まあ、フライ、うん、ライトフライやったらもう5、6回防衛したら、うんうん、4回防衛したら大体そこの位置ぐらいに行くじゃないですか、うんうん、でもやっぱり層が厚いから11回ぐらい防衛してやっと1やろでも自分のランキングが上がってってるってのは、うん、いや、まあ意識もしてなかったですね。意識、はい、考えたらやっぱりしんどくなる。あ、まあそういうことか、はい、